おはようございます。おはようございます。あったかそうですね。ハリストーク、あったかい。ちょっと朝寒すぎて体のエンジンがかからへん。雪降ってますもんね今日。寒い。今日は何やるんですか。今日あのやつ台まだちょっとジャッキで上げて。あ、ジャッキで上げる。うん、ちょこっとで下の台好きなところに上げる。あ、土台をちょっと動かすんですか。うん、動かしてちょっとアンカー考えれたな、考えれたのかな。今とりあえずどんな状態なんですか。今まだね。ああ、はい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 。なんかバランスは良くないですね。ちょっとこれなんか雪が積もって分かりづらい。めっちゃ雪積もってるやん。このアンカーをな、ん、どれ、こいつをちょっともらってきたんやけど、これそれなんすか。これ家とかにやるなんか基礎のアンカーやろ。ここにこう、こういう感じでつけて、はい、こういう感じでつけて、でここになんかこう鍵みたいなもん作って、でこいつで締めてこうギュッと、お、こいつを引っ掛けるもんを作って、でこっちになんつやろ、こういう穴の開いたやつを作ってやって、こいつを締めれば、締めればギュッギュッギュッって締まってくるやつを、うん、手作り。今とりあえず仮に前買ってよかったでこうやってやったけどちょっと仮弱々すぎしすぎませんこれ。んだなもんで、こうやってこれで固定できたらなと思って、こうやってここに締めて、でこっちに鍵みたいなもんを作って、こいつを締めてギュッと、うん、その方が強いですね絶対。強い強い。すればパンパンならんかな。じゃあ今日はこの雪の降る中それを作っていくってこと。作成しなかったな。こいつは土台はあれでいいけど、こっち側の鍵を作らなかった。そんな簡単にできるもんです。まあなんとかなれろ、その辺の材料。本当？今回のファクト88は大雪？強風？どんと来い。雪でも風でもユニットハウスが倒れないように強いアンカーを手作り DIY していきます。今からジャッキでコンテナ上げて。あ、ジャッキ上げ、そう、うん、のワイヤーも切らん。あ、めちゃくちゃ範囲ですね。それをとりあえずつけただけ。風の吹くときに突貫でつけてって。あ、最初のときに、うん、まだ雪パラついてますね。なんか寒いよな。はい、このハウス作って温まる場所作らない。おー、作りたい。はい、まだ向こう側もつけてある。とりあえず針金で倒れないように止めてあったユニットハウス、ちょっと不安すぎるな。そういえば結局土台って4つしか使ってないんですね。あ、4つ使った後これ家のこのやつ、これくるくる回して高さ調整できる。あ、それにしたんですか土台。家なんかこれ何本も入ってる。あ、そうなんですか、うん、これ、え、普通の家、これが容器入ってる。へー、そうなんや、うん、一人でできるもんし、今ここで上がる。やっぱ本気で打っといてよかったわ。うん、本当ですね。上がる、上がるさ、車より軽いんやで。車より軽いんこれ。ああ、おー、浮いてきた浮いてきた。簡単に上がれろ。あ、本当ですね。で、こいつも、はい、こうやってなぶれるやん。はい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 。あ、ちゃんと奥まで。そんなギリギリでいいんですか。うん、これぐらいしとかんとこっちに干渉したくないで。ああ、なるほどね。前は多少で塗ってもいいか。こんな感じ。 これはこの、これ、この鉄。鉄は後から切る。あ、切るね。まあそうですね。うん。なんかな。で、ここにしっくりかかるね。反対側も同じように。反対側どうしよう。ああ、でもいいじゃないですか。こちらなんかそんな全然気にならんというか、しっかり入ってますよね。向こうも、うん、向こうも別に半チッチリ感じだな。別に問題なさそうやん。うん、大丈夫そうですよ。
見たところこちら側の土台は動かす必要がなさそうです。おで、こいつをここに寄せしちゃって、寄せしてまえば、はい、でこいつをぐるぐる回していけば縮まるやん、牛、はいはいはい、でこいつを適当に切ってここにつなげるように作りゃいいんやな。おハチさんは設計図を書かず、その場で思いつきで DIY していきます。出せるこれ。ちょっとギリギリに見えるけど、難なくミニウンボを移動させることに成功です。ミニウンボって便利やろ。でもよくわからん、まだ便利さがよくわからんけど、何が便利。こんな狭いところに出せる。ああ、そうですね、すごいですね。ああ、これね、道具がいろいろ入ってる、うん、1本とりあえず作る。全部で6本作るんですか。はい、6本か4本か。4本だけ。ないもんは作りゃいいんや。ないもんは作りゃいいです。さすがっす。まずは鉄のアングルを切ります。で、それ切ったやつを、切ったやつをで、ここに溶接した過程として、まあ、ここにこう溶接するやん。こう、こいつを、はい、そしてここに、ここに引っ掛けるアングルを作ろうかなって。大体に。ああ、大体。今度はだいたい適当にチョークで跡をつけたら、難しいやこれが。お、綺麗に切れてるじゃないですか。お、綺麗に切れてるじゃないですか。ってな感じで切れば、とりあえず鍵できた。なんか、お、これが鍵？このパーツをどう使うのかな？おお、え、あちあち。うっさ。うっさ。こう鍵ができれば、どういうこと？あ、はい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 、はい、なるほど、鍵は地面とつなげるためのパーツだったんだ。で、あ、そのまあちょっと毛がいて、毛がくって言うんですよ。初めて聞いた、どこの田舎の言葉や。標準語だわ。うっせやろ、標準語やって。毛がくって削るって意味かなって思って調べたんですけど、そんな意味の毛がくという言葉は Google 先生にはありませんでした。どうやらこれは88語のようです。とりあえずこれで、これでどういう感じになったんですか。まあ、さっきの綺麗にした感じですか。うん、まあ要はこういう風にしてイメージと、あ、はい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 、はい、して、うん、こういう感じでこうして、あ、なるほどなるほど、うん、で、鍵っていうかそのネジを回せばどんどん閉まっていく感じ。そう、まあ、あの針金みたいなのよりは強いですね、多分。強いと思う。もう俺の頭ではこれ近く動いたかん。限界やった。
溶接していくんですね。取れないようにしっかりと溶接したら、どうす、強えろ、ちょっと斜めっちょになってまあいいや。ちょっとこれはまらんかな、ちょっと、あ、いいね。まあ安価でね、うん、動かんようにこう安定させればいい。そう、OK、安定つか引っ張っとけばいいだけ。はい、下に絡めるわけですね、こうやって、うん、うん、まあ、手袋ダメやね。こっちは届かんのかな、こっちは届きにくかったかな、ちょっと届かんね、下か、こっちか、こっちか、ガキにしてこっちの方がいいか、なんか強そうや、うん、強そう強そう、かなり強そうなアンカーがまずは1本完成しました。あ、いや、踏んでいいか、こっちをまあちょっと締めるだけでいいんだけど、ガッと締めなくてもいいの、うん、ほんで効いとるやん、引っ張っとるやん、はいはい、こう引っ張っ、引っ張り合ってるいいんじゃないこんな感じ。ほー、これでこう横転したりとかしないようになるけど、そこ、こうはいかへんや、はいはい、でワイヤーでやるよりははるかに強いでと思う。でこれを4つやるだけで、うん、そうで、ここのこの作りがもっと簡単なもんでできんかなって、ちょっと想像よりはもう どうなんですか、こんな感じを想像してたんですか。まあそういう感じでやろうかなと思ったけど、うん、ここがなんか、まあ、溶接処理でよくできる弱そうやん、うん、大丈夫と思うけど、ゴツゴツ処理は引っかかりそうや、うん、まあまあまあそうですね、まあでもまあこんなようなイメージ、うん、ガンガンやで、うん、他のやつも作ってきます、そうなんですね、まあ、そうですね、1個だけじゃ意味がないですよね、完全に1箇所、2箇所、3箇所、4箇所は最低作っていた、そう、4つはこれ欲しいですね、これでだけやったら何のこっちゃですよまた何か違う形にするんですか、こう、まずはパイプかな、カットしていきます。次はガスやね、ガスの力や、酸素、ああ、止まらん止まらん止まらん、点がおかしいとか、そうですね、そのぐらいじゃないなあ、おお、なるほど、あー、フックみたいに強いな、手作りフック、そう、なるほど、なるほど、おー、綺麗な感じで気になりました、おー、いいじゃないですか、フック作ってこいつをここにこいつをつけて、でギューッと縛る、うん、こういう風にするにはなんかいいかな、簡単にできる、
当思いつきでやってます。はあ、思いつきや。超何にも考えてないで。まあ様子つきがあるやな。なんとでもな。うんうんうん。こういう感じにひっつけてればギュッと縮めれるやろ。ちょっとここが狭いな。うん、まあ、まあこんだけ空いてれば十分じゃ十分なんですけどね。ここにまたイメージしながらね、ここにつけたとしたら短いね。ちょっと足らないかな。ああ、ちょっと足らんすね。足らんかったらこいつを長くすりゃいいんやけど、これぐらいで切ったら、ね、それぐらいにしておけば、余分にちょっとこう切っておけばだいぶ変わります、ね、少し長めにカット。まだあったい、うん、こういう状態でおお、綺麗に曲がりますね。ああ、もうちょっと曲げたいな。もうちょい曲げたいね。いや、まあまあ全然いいですよ。うん、今では十分フックになる。さっきよりはだいぶ長くなりますね。ここにこう、ええ、斜めにつけなかったか。斜めになるよな。こういう風にしてるよな。うん、そうですね。だからうまいことなバランスはいけんですね。こいつを曲げたらいいね。ああ、曲げるんや、これを。すべてのパーツを溶接していって、アンカー本体を火で炙る。なるほど、こうして少しだけ曲げるんですね。なるほど、あとこれでギュッと締めるだけです。締めるだけ。はい、こうして雪にも雨にも負けないとっても強いアンカーの改良版が完成しました。あと2本のアンカーも同じように作ってしっかりと固定したら今回の作業は完了です。こうやってガンガンにどんどん、まあ番線で引っ張ることもったら強いぞ。うん、そうですね。ワイヤーなんかより全然強いと思うんですよ。ファクト 88! さあ、ハチさん。これでね、あの、四つ角もちゃんと押さえたし、土台も位置も上手に変えたじゃないですか。うん。で、次からは何やるんですか、これ。次から？これまだこうやって動く。ちょっと緩くないですか、それ。これね。ちょっと緩いの不安に。ああ、それで、これで、硬くできるの。そう、持ち上げたねって。うん、なるほど。ちょっと緩いのはちょっと困るね。まあ、手で締めただけじゃない。ああ、そういうことね。で、足も。で、次回は。次回。この壁をさ。壁？はいはい。これな、中入ってくるけど。多分、俺もやったことないけど、はい。多分、このネジ、はい。外すだけで、上のネジかな、こっちも。あ、そのネジと、これも外したのにそこにネジがあるで、はい、外すとこいつがポーンと取れるはずね。壁が取れるんですか。うん、はい。で、取って、要は窓の位置とか変え。模様替えっていう か、壁替えができるってことですか。そう。え、それ一人でできるのかな。わからん。ちょっとやってみると分からん。こいつが、どれぐらい重たいかわからんけど、こいつをここに持ってきて、はいはいはい、窓を、はい、で、このエアコンのやつをこっちに持ってなるほどね。はい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 。で、その後塗装して、はいはいはい、で中の壁も、まあ、今考え中、ここに何か貼りたいんだけど、うんうんうん、まあ、材料も高いしさ。じゃあ次回からそれをやっていくってことですね。はい、では最後に私たちインスタグラムやってます。概要欄に URL ありますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい。
ありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。バイバイ、はい。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。